田村亮介決めました。強引です。さあ宇佐美がカットしてそのまま自ら持っていきます。ヒールで残して田村のシュートが決まりました。新山、イスマイラのプレスバック、ここでボールを奪ってカウンターチャンス。福島、田村が前を向いている。田村、田村一人で上がる。田村、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 右足のシュート。池田のいいパスが出ました。シュートまで持っていけるか、うまく詰めていきました。このまま持って上がる、ドリブルで持って上がる。さあ足元、イスマイラ伸ばした右足、シュートゴール。ボールを奪いに行きます。そして福島のボールになりました。池田前線にボールを送ってくる。これはチャンスになる。エリアの中に入ってきた。1対1。フリーです。橋本行く。橋本シュート、キャッチできず、プッシュです。両チームハーフタイムを経ての交代はありませんでした、まあ、ですので5枠ある交代をどう使っていくか。トカチから背後、田村が来る。田村の右足だ。さあ高位置オーバーラップ。このボール出足鋭く奪ったのは福島。アドバンテージを取ります。田村へのボール、これがつながる。左足のシュート。